ハレルヤ、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 共に集まれることを心から感謝いたします。どうぞ立ち上がってくださって共に主の御前に礼拝を捧げていきたいと願います。皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。シャナトーブお互いに挨拶しましょうか。シャナトーブ、お互いに新年明けましておめでとうございますと、イスラエルのカレンダーではですね、もう新年が始まったということで、新しい霊的なシーズンが始まっていることを宣言いたします。今日も私たちは心からこの秋の祭りに注がれている主の恵みを大胆に受け取っていきたいと願います。今年のですね、この年の意味として御言葉が大きく開かれていくという意味がですね、この年にあるということを聞きました。その御言葉が注がれるのは、心を砕かれて神の言葉におののく者たちの中にですね、主の御言葉が注がれると、御言葉を約束してくださっていることを感謝いたします。その砕かれた心を持って今主の御前に出ていきたいと願います。私たち主以外のものを今横に置いて、ただ主だけを見上げて礼拝していきましょう。私の真実な
私のすべてを捧げます、ただあなたのために従って行きます、見させてください。神はもう一度私の真実なよく私の心を清めてください、主よ、私の真実な、私の真実な心を見てください、私のすべてを捧げます、ただあなたのために従って行きます、見させてください、神の力を雪より私の心を清めてください、主よ、そうです、あなたの、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください、雪より白く、雪より白く心を清めてください、主よ、あなたの、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください私の人生を、あなただけ砕かれた魂で、砕かれた魂で、あなたに向かって歌う、私の人生を、あなただけの砕かれた魂で、砕かれた魂で、あなたに向かって歌う、私の人生を、雪より白く私の
今はエゼキエルの今はエゼキエルの日乾いた骨が今はしもべダビデの時賛美がよみがえる今は収穫の今は収穫の日畑は色づき私たちをこの場所に集めあなたを礼拝する特権を与えてくださりありがとうございます。再び来られる主よあなたを待ち望みます。私たちにその備えをさせてくださり私が来られる道を私たちが備えていくことができますように導いてください。ただしよ私たちのこの人生をあなたから注がれているこの恵みを持ってあなたの栄光を表していくことができますように共に主よあなたの御心をなさせてくださいますようにお願いいたします。主を見上げて礼拝していきましょう。主の愛、主の愛知るたび心に溢れてくる言葉にならないこの日々は何と
素晴らしい、心に溢れてくる。
私たちがあなたを選んだのではなく、主が私たちを初めに愛し、私たちを選んでくださったことを覚えて感謝いたします。アメン。ただただ主よ、私たちのこの命を持てるすべてをただあなたのためにお捧げしたいと願います。アメン。あなたが愛してくださったからこそ、あなたを愛することを心から宣言いたします。アメン。あなたを心から愛します。アメン。あなたの道を、あなたの御心を行わせてくださいますようにお願いいたします。私たちをいよいよ聖なる花嫁として整えてくださって、あなたの御丈にまで成長させ、あなたと一つにしてくださいますようにお願いいたします。I'm not afraid to die.
く日まで、あなたを、あなたを愛して。天上と地上で全てのものの父と呼ばれる我らの神、主の御前にこの礼拝ひざまずき感謝捧げいたします。どうか私たちの上に御霊様望んでくださり、御霊の豊かな力を持って私たちの主の教会の内なる人を強くしてくださいますように。また私たちが愛に根ざし、そして本当に愛に土台を置いて成熟し、キリストの満ち満ちた御丈に達するために、そのキリストの愛の広さ長さ高さ深さ
それがどれほどであるかを私たちが悟り、味わい、理解する力、主が与えてくださいますように。教会により、キリストイエスにより、栄光がゆえよとこしえまで我らの父なる神にありますように。すべてのこの賛美を主と共に、そして主の御前にお捧げいたします。アーメン、アーメン。素晴らしい主の名を褒めたたえます。マネの方々、祝福を持ってですね、新年の挨拶もう一度しましょう。シャナトバー、シャナトバーですね、はい、一緒にこの新しい年に対する挨拶したいと思います。シャナトバー。ハレルヤ。感謝の捧げ物を主の御前に捧げます。それぞれ心に与えられている思いを持って備えをし、準備をし、捧げ物を捧げてまいりましょう。それぞれ捧げる準備をしましたら、祈りを持って捧げます。お祈りします。天の父様、私たちの手に捧げることができるこの特権、恵み、またこの機会を与えてくださっていることを感謝します。私たちは人にではなく、絶えず主よ、あなたの御前にこの捧げ物をお捧げし続けます。私たちの心を主が受け取ってくださることをありがとうございます。私たちが捧げる捧げ物が、地においては豊かな実を結ぶ種として用いられ、天においては永遠に朽ちることも尽き果てることもない永遠の資産として主が蓄えていてくださることを感謝いたします。このように捧げることができるのは機会であり、主がくださっている恵みであることを覚え、感謝を持ってイエスキリストのお名前を通して主の御前にお捧げいたします。アメン。賛美の中で捧げてまいりましょう。どうぞお座りください。私たちの救いがシオンからで、そしてシオンから御言葉が出ることを覚えて感謝します。アーメン。感謝します。いくつかアナウンスしたいと思います。まずですね、今後の予定ですが、明日は、シャローム日の原で街道の剣道式が1時半からございます。いらっしゃる方はですね、ぜひ1個のことは覚えておいてほしいんですが、スリッパを忘れないということをですね、ぜひ覚えておいてください。よろしくお願いします。はい、あとですね、9月の30日は月に一度のゴスペル礼拝がこの場所で3時から
ございます。メッセンジャーは私となっています。あと週報の方に記載されていますが、教会総会の投票結果が載っています。1号議案から4号議案まで全てが承認されたこと感謝します。はい、あとですね、第3礼拝の中でですね、ちょっとショッキングなお知らせなんですが、第3礼拝に集われていた羽上紀子姉妹が9月1日に天に召されました。葬儀の方はですね、家族中心ですでに行われています。ご家族に慰めが励ましがありますように覚えてお祈りください。あとですね、第3礼拝の映像の奉仕者を募集しています。担当は土橋兄弟ですね。土橋兄弟の方にやってもいいという方、礼拝終わってからお声かけくだされば感謝です。はい、あとですね、ロシュハシャナ、イスラエルの新年が始まり、そして、教会でもですね、24時間のチェーン式の祈りが持たれています。この場所では朝の9時から、時には朝の6時から、夜の9時まで、そして檜原街道では夜の9時から、朝の9時まで、そのようにして24時間10日間の祈りが捧げられます。廊下のところにですね、その表が貼ってあります。この時間は私が祈り担当するというですね、ここに参加してもよいという方はぜひですね、名前を記入していただけたら感謝です。よろしくお願いします。はい、あとですね、ハワイマウイの火災の支援の献金ですけれども、締め切りさせていただきました。そして皆様から捧げられた献金の合計額は39万4024円となっています。多くの方々の尊い献金を感謝します。ありがとうございます。はい、アナウンスは以上です。講談に慎吾先生を拍手でお迎えしましょう。アメン、ハレルヤ。主を褒めたたえ感謝します。イエス様に絶えず栄光を捧げ、感謝を捧げていきます。アメン、感謝します。ロシハシャナ新年がですね、スタートしました。そのパワーポイントですね、最初に見たいと思います。はい、ラッパの祭り、ロシュハシャナともヘブル語では言われるこの新しい新年、今年はですね、5784年にこのイスラエルのユダヤのカレンダーでは、まあ諸説ありますけど、まあ、公で言われているこのカレンダーの中においては5784年にこのという年です。でこの聖書の言葉、またこのヘブル語っていうのはですね、まあ、この数に置き換えられたり、またヘブル語のアルファベット一つ一つに意味があります。ということはこの84年というですね、その年々にもちろん1年前もまた来年にも意味があるんですけど、今年この84年に対するこの予言的な意味をですね、そのヘブル語の文字から見出していきたいと願いますが、次のスライドお願いします。まず80っていう数ですね、これはヘブル語のアルファベットにおいて、まあ、ペイと言われるそのアルファベットになります。これはですね、まあ、パニームとここに書いてありますけど、パニームっていうのは神様の御顔のことですね。このペイっていうアルファベットはその一文字で、まあ、顔、神の御顔、またこのちょっと口を開けてるような形になってるんですけど、この口を開く、口というような意味もあります。すなわち、まあ、この顔に属するもの、またこの口を開くというような意味です。それが80のこのペイというアルファベットですね。じゃ続いて84年ですので、4というのはどういうアルファベットか見てみます。はい、次のスライドいいですか。はい、ダレットというのがですね、この4、ヘブル語の4に値するこのアルファベットですね。これは意味としては、まあ、扉なんですけど、家の戸とかそういう扉ではなくて、まあ、ここにも書いてあります、主の宮の扉、幕屋の出入り口なので、主の宮の扉がこの1年大きく開かれていく。さらにはこれはダビデの鍵を意味するもので、ダビデは主の宮を思うことにおいて熱心でした。そのために本当に彼はよくやったと主から褒められます。このダレットっていう文字がダビデには2つついてるんですね。ダビデっていう名前はもうこのダレット、そしてバーブ、そしてダレットでダビデって読みます。なので本当にダビデ自身は主の宮を熱心に思い、その主の宮を開くこと、主の臨在がとどまる場所を設けること、それが彼の願いでありました。ではまとめますと、8480っていうのは御顔、そしてこの4っていうのは主の宮の入り口、すなわちこの新しく昨日から始まったロシュハシャナ、新しい1年のうちに必ず主は主の
宮の門を開き、ご自身の栄光の輝きをこの地に照らされることを信じます。今まで以上に主の宮に主の栄光が満ち溢れるようになることを感謝します。今まで以上に私たちは濃厚な主の御臨在、そして主の宮の入り口が開かれることを通して救いの扉が開かれると同時に、主ご自身が私たちの心を開き、この1年の中において御言葉の啓示が増し加わっていくこと、御言葉の啓示の光が私たちの心を照らすようになることを信じます。ではこの顔、主の御顔の光、啓示の扉が開かれることと口を開くこと、それがもうまとめられた聖書の箇所がありますので、その箇所を読んでみましょう。詩編の119編、詩編の119編130節から131節、詩編の119編ですね。詩編の119編はエズラが書いた詩編と言われています。エズラがバビロンから帰還した後にエルサレムを再建していきます。彼は熱心な情熱を持ってこのイスラエルの神殿を再建し、また真夜中に起き、明け方に起きて絶えず主を求めていた、そして御言葉を行いたいという情熱が彼の内側にありました。彼が詩編119編130、131の中でこのように述べている箇所、一緒に朗読してまいりましょう。はい。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私は口を大きく開けてあえぎました。あなたの仰せを愛したからです。アメン。ここに書かれていますね。御言葉の戸が開くと光が差し込みます、わきまえのないものに悟りを与えます、そして私は口を大きく開けてあえぎました。あなたの仰せを愛したからです。ここには戸が開かれること、そして口を大きく開ける、この84年っていうのはまさに80っていうのは顔であり口でしたね。そして4っていうのは宮の戸が開かれる、この119編の130、131節に書かれている通り、御言葉の戸がこの1年のうちに開かれることを願い求め受け取っていきたいと願います。今までたくさん御言葉読んできたでしょう、たくさんの御言葉学んできたでしょう。しかしながら神の啓示、まだ私たちその一部、ほんの一部の一部をも知っていない状態です。その啓示はあまりにも深く、あまりにも豊かであることを覚え感謝します。その啓示の戸が開かれるとき、私たちわきまえのないものに主の知恵、悟りが与えられてきます。そのためにはここに書かれている通り、口を大きく開けてあえぐ、主よ、あなたの御言葉に満たされたいです、あなたの御言葉の奥義を知りたいです、隠されている御言葉の真理を味わいたいです、あなたの御言葉の光が差し込みますように、そのように私たち願い求める者たちの中にこの御言葉の啓示の扉が開かれることを感謝します。この84年は特別な時、本当に主ご自身が扉を開かれるその時となることを感謝します。また教会においても本当に私たちが扉を閉じ、そして扉を開いて前進していく、その年になっていきます。マタイの16章16節から19節、今日のメインのですね、このメッセージのテーマは扉を閉じ、そして扉を開けることです。マタイの16章の16節から19節、一緒に朗読してまいりましょう。マタイの16章16から19。はい。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間でなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。アメン。まさにこの16節17節で今朗読したのが詩編119編で読んだ言葉と同じです。御言葉の戸が、啓示の戸がペテロに開かれたんですね。これはペテロの知識やペテロの本当に自分の中にある情報で言ったのではなく、イエスがキリストであることを告白したのはまさに父なる神があなたに啓示を与えたのです。
イエス様ご自身はそのペテロがケージの光に照らされたことをここで喜びます。そしてその時に今まで彼らがこの聞いたことがなかった新しい啓示を主は増し加えてここで与えてくださるんです。実はここで初めてイエス様の口から出た言葉があります。何だと思いますか？実は教会という言葉、ここで初めて登場するんです。実はこの福音書の中にたくさん教会って書かれてるだろうと思うんですけど、このマタイの16章で初めて教会、もちろん会堂とか会衆とかそういう言葉は、まあ、教会と同じような意味を持つ言葉あります。しかし教会という明確な言葉が使われているのはここで初めて登場する言葉ですね。18節では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。アメン。で皆さんに質問したいと思います。18節のポイント何だと思いますか？18節のポイント、じゃもうちょっとヒント言いましょう。誰の教会ですか？教会は私の、私は誰ですか？イエス様です。じゃ18節見てみてください。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、しかし私はこの岩の上に私の教会を建てます。イエス様ここで繰り返し私、私、私って言ってますね。教会の土台は誰なのか。教会の土台は私たちの神学でも私たちのビジョンでも私たちの方法でもやり方でもありません。教会の土台はイエスがキリストであること、それが全ての教会の土台です。教会は誰の教会なのか。牧師のものでもリーダーのものでもどんな人のものでもありません。教会の頭はイエス様です。イエス様はイエス様の、すなわちイエス様にある私、イエス様が私と言われるその教会をこの地に建てたいと願っておられます。そしてそのようにイエス様が建てられる教会は地獄の門をもってしてもそれに打ち勝つことはできません。門っていうのは何でしょうか？権威ですね。当時その門についている人々は裁きづかさとしてその場所にいました。なのでロトがこのソドムの町の門にいつも立っていた時、そのロトの、あ、このソドムの町の人がやってきてもうロトに向かって怒るんですね。お前は何偉そうによそ者なのに裁きづかさのようにこの町にいるんだって言って怒るんです。とにかくこの門っていうのはその統治する力、裁く力、主権、権威を意味するものです。ではこの地獄の権威、地獄の主権、地獄の力を持ってしても教会には打ち勝つことはできない。それはどのような教会なのか。素晴らしい組織を持つ教会か、素晴らしいミニストリーを持つ教会か、素晴らしい本当にビジョンを持つ教会か、そうではない、イエス様を頭とした教会、その教会は地獄の門を持ってしてもこの打ち負かすことはできない教会。もっと言うならその教会は地獄の門を打ち破っていく教会であることを感謝します。今年のテーマは84年、門が開かれる年です。地獄の門が打ち砕かれ、御国の門が大きくこの地に開かれていく。私たちはそのことを信じて共に受け取ろうではありませんか。それですので、これは繰り返し言っていることですけど、日本っていうのはですね、ヘブル語でヤパンです。日本人はヤパニーですね。ヤはどなたですか？言うまでもなくヤハウェです。創造主なる主。そしてパニーっていうのはどういう意味ですか？今日今見ましたよ、アルファベットペイというアルファベット。パニーは顔、見顔です。だから本当に不思議なんです。日本人ってヘブル語で読んだらそのまま主の御顔っていう、もう名前の民族なんです。すごいことですね。それ私たち日本人のアイデンティティなんですよ。なので日本人は技術によっても、日本人は説得力のある言葉によってでも、人の賜物やタラントによってでも救われるのではなく、主の御顔の光の啓示がこの地に照らされるとき、日本は必ず主のために立ち上がっていきます。そのための扉が開かれていきますように。啓示の扉が開かれ、主の御顔の光がこの地を照らしますように。今年のうちにそのようなことがなされることを信じます。私たちの目で見たことない、耳で聞いたことない、心に浮かんだことがない、神を愛し慕い求める者たちに立てておられる主の計画は皆そのようであることを感謝します。
そして私たちはその御国を開くために、ただそれが自動的に開かれるわけではありません。飢え渇き求める者たちを通してそれは開かれます。なのでイエス様は何て言っておられますか？求めなさい、探しなさい、叩きなさい。直訳では求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。叩き続ける者に開かれます。御国は遠慮する者たちが受ける場所ですか？いえ、マタイの福音書11章、もう何としてでもそれに参与したい、何としてでもそれを得たいと願う者たちに御国は奪い取られているとイエス様言ってるんです。実は皆さん、これ直訳の言葉で見ると信じられない恐ろしい言葉が使われてるんです。暴力に訴えてっていうような言葉が使われてるんです。もう暴力的になるほどに、そこまでして御国が欲しい、御国を得たい、神の御国の栄光を見たい、それぐらいの情熱を持って御国を叩く者たちに神の御国の栄光は表されるようになっていきます。なのでですね、日本人の遠慮文化っていうのは麗しいものですけど、御国を求めることにおいては遠慮するのをやめましょう。ちょうどこのシーズン、イスラエルにですね、毎年行って、今年は日本にいて、日本の中で大きな恵みを得ていることを感謝します。しかしイスラエルなどに行くとですね、国々の人々と会うと全く遠慮する様子がないんです。もうとにかくご飯、日本人みたいに遠慮してたら次々と列が前に出来上がっていきます。遠慮しないで入ることをしなければならないんです。どの場所に行ってもですね、本当に私たち日本人は遠慮して、この陰で祈ったり賛美したりするんです。もう国々の人々来たら遠慮なくどん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 入っていきます。以前に黄金門の前に行ったとき、黄金門の前はアラブ人の墓なんですね。そしてその黄金の門の前は鉄格子があるんですけど、私たち日本人はそのお墓を避けながら遠慮してきれいにですね、黄金門の前まで行って礼拝しようとしてました。そうするとインドネシアの一団がやってきて、もう他の人のお墓なんか関係なく踏みつけながらですね、全部、そしてその鉄格子もう打ち破って中に入ろうとする人まで出てきて、そしてもう警備員が来てもそれをやめさせなければならないほど激しい勢いで、もう彼らがイエス様来る前に黄金門を開けてしまうんではないかっていうぐらいのですね、熱意を持って押し迫ってくるインドネシアのチームがいたんです。インドネシアにしても韓国にしても台湾にしても中国にしても他の国々、リバイバルが起こっているところはある意味において御国を求めることにおいて大胆に求めます。彼らは遠慮しません。�皆さん、この84年、私たちも御国を求めることにおいては遠慮を捨てましょう。大胆に求めたいと願います。求める者たちに神の国の栄光は必ず表されていきます。そして私たちはこの御国の鍵を用いて閉じ開いていく。19節このように書かれています。私はあなたに天の御国の鍵、権威を使う力と別訳では書かれています。その鍵は言うまでもなくイエスキリスト、ヘブル語ではイエシュア派、マシア派、その皆の権威を持って私たちは御国を開く、そして暗闇の扉を閉じる権威が与えられていることを感謝します。あなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれています。つなぐ、禁じる、別訳ではさらには律法にかなっていないと書かれているんです。さらにですね、解くっていうのは許す、それを自由にする、さらに律法にかなっていると宣言すると書かれています。でそのことをもう少し次の18章でですね、さらにイエス様は繰り返してこのことを語っておられるので、その箇所を見ていきましょう。マタイの福音書18章の18節から、まず18節から20節一緒に朗読していきたいと願います。マタイの福音書の18章18節から20節朗読していきます。はい。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。誠にあなたにもう一度告げます、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところに私もその中にいるからです。アーメン。誠に、これはもうアーメンという言葉ですね。アーメン。あなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐ
すなわち禁じる不法である。それは律法にかなっていないと宣言するのであれば、それは天においてもつながれることになります。しかし地上で解くのであれば、許す、律法にかなっている、主の御心にかなっていることを宣言するなら、天においても地においてもそれは解かれていきます。ではこれ後でですね、もう一度この箇所を見て質問したいと願います。もう一度イエス様言いますね。アーメン、あなた方に19節もう一度告げます。もしあなた方のうちの2人がどんなことでも、それが何であろうと、どんな内容であろうと、と小約聖書書かれてるんですね、地上で心を一つにして祈るなら、これですね、この辞書で調べました。そうすると2つのものが1つとなって祈るなら、皆さん奥義とは2つのものが1つになることです。イエス様の願いは1つになるっていうのがイエス様の願いですね。なのでここの意味は一致する、さらに別訳では1つの口となる、2つのものが1つとなる、2心ではなく1つの心となって主を求める。聖書の記述の中において最も豊かな栄光が表されたその一つの出来事は、ソロモンが宮を奉献する出来事です。その時に祭司たちはどのように礼拝しましたか。一つの声のように礼拝したんです。その時もう彼らが立っていることができないほど豊かな濃厚な主の栄光がその場所を覆い包みました。一つとなるところに主の栄光が訪れます。一つとなるところに主ご自身の栄光が住まうようになることを感謝します。なので重要なポイントは、お互いがお互い別々に分かれてではなく、二人でも三人でも一つ心になって祈るということですね。そのことはとても重要なポイントです。だからどうしてそのようなことがしていくことができるのか、ぜひですね、皆様にご提案があるんですけど、先日この台湾の人たちが集まるその集会に行きました。そして台湾のですね、グッド TV というテレビ局の局長さんとも話し、そしてその局長さんと何度かお会いしたことがあるんですけど、改めてそのグッド TV の局長さんが言ってくださったのは、ぜひシャロム教会でこの RPG という祈りを取り入れてください。皆さんもすでにされている方もいると思うんですけど、 RPG、 これはリバイバルプレイヤーグループっていうですね、その頭文字を取って RPG ですね。これはとても今まで祈りをどうしたらいいかわからない、祈りたいけどどう祈ったらいいかわからないっていう人たちが2人3人が一緒になってこの祈る祈りのテキストです。とても楽しく、そして喜びを持って祈ることができます。しかも皆さん、これを訳したのが私たちこの礼拝に属しているゆいこさんが訳したんですね。素晴らしい働き、ありがとうございます。そしてこの増刷して数万部、さらに何万部ですか、数万は言い過ぎました、1万部でした、はい、1万部ですね、増刷するので、ぜひこの教会でも300、400注文してみたいと思います。そしてインターネットの先でですね、この注文したいって方は、Good TV を検索していただくと、そこから注文することができます。なんとですね、このテキスト代は無料なんです。しかしながら自由献金でそのグッド TV の働きをサポートするという形でテキストを使うことができます。ぜひ2人でも3人でも一緒にコミットして祈り合うグループを作ることができます。これ家族であっても、またセルグループであったとしても、友人同士、まだ救われたばかりのどう祈ったらいいかわからない、その生まれたてのクリスチャンであったとしても、本当にとてもシンプルに簡単にどのように祈ったらいいかが分かります。そして台湾のその証の報告を聞くと、いろんな教会約4万人の人が使っているということですね。そして彼らが祈りのグループを持って日々祈る中において、もうあっちにおいてもこっちにおいても、その祈りの中で素晴らしい証がどんどん生まれている。4つの聖書学校の学長たちが一緒に週に1回このRPG を用いてですね、祈り会をしていると。今までいろんな違い、この教団教派の違い、教えの違い、仲違いしてました。しかし一緒に心合わせて祈る中において、その新学校の学長たちが一致し始めたんです。そして彼らは一緒にこれを用いながら悔い改めるんですけど、
新学校の学長は悔い改める内容が多いらしくてですね、1時間でこの RPG をやめようって言っても毎週2時間以上悔い改めの祈りになってしまうらしいんです。しかしそのように心の奥に主が触れてくださりながら、リーダーたちも一緒に祈りながら一致している、そのために用いられているテキストですので、これからぜひ注文しますので、ぜひ皆様のセルグループや個人の生活や、また友人との関係、救われたばかりの人をどう導いたらいいかわからない皆さん、祈り始めるなら聖霊様が働かれます。そして祈り始めるなら神様の奇跡を見るようになります。もちろん私たちは教えを受けること、教理を学ぶこと、重要なことです。しかしそれは知性だけで終わってしまう。しかし祈り始めるなら神の味わいを味わうようになっていきます。生きて働かれる主を経験するようになっていきます。そして主はただ文字の中で書かれた神、神学の中でただ本当に人々の教理の中にある神ではなく、今もなお生きて働き、そして私の生活の中に至るまで主は関心を持っておられ、関わりを持ってくださるお方であることを知るようになります。なので重要なポイントが、イエス様がここで言っている通り、2人3人でも心一つにして祈ることです。決して大人数、もうメガチャーチじゃないとリバイバルが起こせないわけではありません。2人3人いれば、その人たちが一致しているなら、その中に主が共におられます。そしてイエス様ここで驚くことを言うんですね。2人でも3人でも、20節、私の名において集まるところには私もその中にいるからです。これ皆さん何て言ってるか知ってますか？実は私はいるではないんですよ。2人3人でも集まるところに私はあるって言ってるんです。直訳調べると、つまり私はあるというものである。あのモーセに言った言葉と全く一緒ですね。一切のものを一切のもので満たすお方、それが私たちの頭であられるイエス様であることを感謝します。イエス様に満たすことのできないその部門はありません。私はあるというお方、このお方は私たちの癒し主です。私はあるというお方、このお方は私たちの人生の供給者です。私はあるというお方、このお方は私たちの人生のカウンセラーです。私はあるというお方、そのお方は私に知恵を与え、導きを与え、そして本当に私の人生をこの正しく教えてくださるお方、すべてのことにおいてすべてのことを満たされる主であることを感謝します。ではどこにおいて主があるお方になるのか、それは2人でも3人でも一致して集まるところなので、ぜひこの3年間を通して教訓を学びましょう。いつかまたパンデミックの波が来て私たちが集まることができなくなった、今はこうやって集まることができるのは恵みです。しかし集まることができなくなったとしても、各家庭で祈りの祭壇が日々築き上げられていきますように、各グループの中で Zoom でも LINE でも何でも構いません、祈りのパートナーができて日々の生活の中で共に祈るグループが立て上げられていきますように。そうするとき、これからたとえ波が来たとしても、大きなパンデミックの流れがまた来たとしても、私たちはその中にあって信仰を失うことなく、むしろその中にあってより祈りが強められ、信仰が強められ、そして主の奇跡を見るようになることを信じます。だから今というときに私たちはこの過去3年間の教訓から学んでですね、本当に小グループ、それぞれの家庭の礼拝、それぞれの本当に地域の集まり、友人たちの集まり、セルグループ、それで祈りの輪を、祈りの祭壇を築いていきたいと願います。アメン。2人でも3人でも集まるところに主はおられ、そして私たちの祈りを聞き、地獄の門を打ち破り、2人でも3人でも一致するところに神の国の扉が開かれいくことを感謝します。ではここでつなぐこと、解くこと、今日最後にそのことを一緒に祈りたいと願いますが、つなぐっていうのは律法に禁じられていると宣言する。では皆さんに質問したいと願います。お互いに訴え合うということは律法にかなっていることですか、かなっていないことですか？イエス様はこれは人殺しの罪であると、もし心の中で兄弟を憎みバカ者っていうなら地獄のゲヘナで焼かれると言ってるんです。誰かに対して悪口を言い、つぶやき、
訴えをするなら、それは皆さん立法にかなっていることですか？これはヤコブ書にはっきり書かれてますね。兄弟の悪口を言うものは立法の悪口自体、立法そのものに悪口を言っているのと同じであると。それは立法にかなっていないことです。なので私たちはこの新しい5784年に入っているこの時、後ろの扉を閉ざしたいと願います。私たちには一つ心となって閉ざす権威が与えられています。それですので、立法にかなっていないこと、お互いの中にある争い、不和、そして本当に非難、訴え、悪感情、すべての扉、それは立法にかなっていないことですので、すべてを閉ざす権威が与えられています。逆に聞きます。愛し合うこと、立法にかなっていますか？はい、かなっているどころか立法を全うすると、ヤコブは言っています。最高の立法、最も高い基準の立法、それは隣人を愛するということを実行するとき、すべての立法を守ることになる。ヤコブはそのように言ってるんですね。なので私たちがお互いに愛し合うこと、一つ心となることは立法にかなっていることです。その扉がこの84年に大きく開かれていきますように。ダビデの鍵を用いる方法、この御国の鍵を開く方法はとてもシンプルです。私たちが一つ心になることです。一致すること、愛し合うことです。それを経験した教会が黙示録に登場するフィラデルフィアの教会ですね。彼らの教会の前には誰も閉じることができない扉を開いておいたとイエス様言っておられるんです。なぜですか？彼らが力があったからですか？人数が多かったからですか？栄えていたからですか？豊かだったからですか？むしろ彼らは力がなかったと書かれているんです。少しばかりの力、もうミクロの力、小さな力しかなかったにもかかわらず、彼らはイエス様の戒めを守った。イエス様の口から出た指針、イエス様の命令を守った。そのように評価されています。でイエス様の命令とは何でしょうか？言うまでもなく、イエス様は弟子たちを集めていました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが私があなた方に与える戒めです。フィラデルフィアの教会はそれを守ったんですね。それなのでその教会の名前はフィラデルフィア、兄弟愛、お互いに愛し合うって言われてた名前の教会です。その教会の前に誰も閉じることができない扉をイエス様ご自身が開かれました。主は私たちの教会にもその扉開いてくださることを信じます。その大きな鍵が立法を行う、すなわち互いに愛し合う、そのことを私たちが自分の力ではできません。主の愛を受けて、でも主のその約束に参与して、私もそれを主と共に行うものになりたいです。そのように願うとき、必ず主はその力を与えてくださることを感謝します。なのでつなぐこと、解くこと、それが私たちに与えられている権威ですね。で、21節22節、この話の流れとしてこう書かれているんです。一緒に朗読していきましょう。はい。その時ペテロが身元に来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。アメン。これつながっている話ですね。閉じること、開くこと、主が祈りを聞いてくださること、一致すること、そのことのためには21節22節、許しをしなさいと。どれぐらい許せばいいんですか？ 7回ぐらい許せばいいんでしょうか？しかしイエス様が言ったのは7度までなどとは言いません。7度を70倍するまで、すごい数ですね。7度を70倍するため、皆さんこれも仏教伝道にこの言葉を大きく使ってください。仏の顔は何度までなんですか？3度までしかないんです。しかし本当に私たちをあがなってくださった神イエス様は何度まで私たち許されるんですか？7度ではなく7度の70倍、ということは490回までは許してくださるということですか？491回目からは信じられないほど怒られるんでしょうか？そうではなく、7度の70倍というのも限りなく、どこまでも。重要なポイントは、ただ本当にこの
別の箇所に書かれていますね。その兄弟が来て悔い改めるなら何度許せばいいんですか。7度の70倍許しなさい。そして許しっていうのはもちろん私たちの側が選択することです。相手がそれによって変わっても変わらなくても私たちの側が選び取るのが許しですね。許しの結果何か本当にこの私たちがこのその人と一緒に活動しなければならないというわけではない場合があります。時にはこっちの側においては許すけど主の時が来るまでは距離を保つってこともありえます。しかしながらどういう形であれ私たちの側で私たちの心で許すってことは何度でもする必要があることです。なので7度の70倍、私たちの心の中に苦みが湧いてきたり嫌な感情が湧いてくるごとにもう許すことを選び取っていきたいと願います。そうするときに何が起こるのか、私の心が自由になります。私の心が解放され、それだけではない、本来主が私たちの人生に注ごうとしておられる恵みが豊かに注がれることとなります。これは他の礼拝の中でもこの述べたんですけど、子どもたちとたくさん関わることがあるんですね。そして子どもたちと関わっていてすごい素晴らしい恵みとものすごいイライラすることが同時に起こる、同時というかいつもそれが行ったり来たりするんですね。まず素晴らしいなって思うのは子どもたちが仲良くしている姿を見るとき、数日前にも数人の子どもたちが集まってですね、本当に笑いながらお互いの何か見ているものを一緒に 見せ合いながらそして喜んでそこで時間過ごしている姿を見たんです。麗しいな、可愛いなと思いました。そうやってお互いに分け合ったり笑い合っている姿を見るとお菓子でもあげようかって言いたくなるんです。何かいいものを君たちにあげたいって言いたくなるんですね。でもある時にはもうその子どもたちが走り回ってうわーギャー何々取られたなんてな、あの子がこういうふうに言った、あの子がこうした、ものすごい騒ぎながら走り回ってるんです。もうその声が聞こえるとイライラしてきて全員を立たせて一人ずつ優しくペンとしたいとですね強くやると問題ですのでちょんちょんもうそうしたくなるぐらいもう本当に騒がしくてもう心が落ち着かなくなるんです。私たち本当に人間ですらそうであるなら主は主の教会を見てどう思っておられるでしょうか。私たちが分け合い、私たちが許し合い、私たちが本当にお互いを祝福し合っている姿を見るならもっと恵みを注ごう。フィラデルフィアの教会のように誰も閉じることができない扉をあなたの前に開こう。主はそのように言ってくださることを信じます。この台湾のリバイバルから学ぶことたくさんあります。もちろん台湾のリバイバルが完璧ではありません。台湾の教会、台湾のリバイバルにも必要な賭け、そして本当にこのまだまだこの満たされなければならない領域があるのは確かです。しかしながら他の国のリバイバルと比べて麗しく見えるその部分が、台湾の教会はお互いに教会を超えて分け合うことし始めたんですね。そして自分の教会が成長するだけでなく他の教会が成長すること、他の教会が満たされること、そのことを彼らが市の中で一つの都市の中でお互いに分け合い始めたんです。そうするとき、これは台中の教会の例ですけど、台中の教会はその以前までは1000人を超える教会が1個しかなかったんです。しかしその1000人を超える教会がもうこの町で自分たちは一番多い教会だ、私たちはこの町の影響力のある教会だって自慢する代わりに、他の弱い教会、足りない教会、不足している教会、あなた方の教会に何か必要ありますか、経済の必要、祈りの必要、また牧師たちのケア、ありとあらゆる必要をその力ある教会が満たし始めたんですね。そうした結果今ではもう何千人も超える教会がいくつも出来上がることとなりました。多くの教会が突破していくこととなったんです。それは一つの教会が力をつけて大きくなることに注目したのではなく、分け合うこと、お互いを祝福し合うこと、教団教派を超えてお互いが成長すること、そのことに心を向けたとき、市全体の教会が立ち上がることになったことを感謝します。御国の文化は分け合うことです。なのでこの教会の中においても私たちが分け合い、
持ってるから分けられるわけではありません。フィラデルフィアの教会はどうでしたか？力が少ししかなかったんです。しかしながら彼らは愛することを選び取りました。その結果イエス様が扉を開かれたんです。逆にラオデキアの教会どうでしたか？持ってたんです。あんまりにも豊かだったんです。足りないものが何にもなかったんです。でも彼らはその豊かさに酔いしれ自慢してました。私たちはもう足りないものはない、豊かだ、いっぱい持っている、栄えている、大きくなった。イエス様はその教会におられましたか？なんとイエス様自体が教会の中にいませんでした。なので私たちがどれだけ持っているかが重要ではありません。私たちが小さなものしかなかったとしても、もう私の心があまりにも乏しくて、もう本当に他の人にこの話すのも苦手で、ものすごくシャイで、そして心の中においてもたくさんの傷や痛みがあったとしても、あんまりにも持っているものが少なかったとしても、その持ってない私が笑顔一つでも人にするなら、皆さんその笑顔は本当に価値ある笑顔となります。その笑顔は多くの人を祝福するものとなります。持ってるからできるわけではありません。傷があっても問題があっても悩みがあっても、私たち今の状態で与えることができるものたくさんあります。それですので、本当にこの許しの生き方、それを選び取るとき、私自身が自由になり、その子どもたちの話のように、仲良くしてるならもっとあげよう、いいものあげよう、しかし喧嘩して取り合って、僕のだ、あの子が言った、そのようにギャーわー泣きながら騒いでると、お菓子あげようかって思いますか？絶対あげないですよね。用意してても取りやめようと思います。彼らの用意してるんですか？いつも取りやめないでお菓子をくれるユミちゃんの存在に感謝します。アメン。もう本当にこういいものプラン立てていたとしてもですね、例えばまあ家族旅行、家族がたくさんいて家族旅行することを考えてみてください。今日朝起きて本当に食事食べて、そして麗しく家族と共に出かけて、家族の一日のプランを立てています。しかし食事の席でもう本当に子どもたちがつかみ合いの喧嘩し、食事がひっくり返り、そしてもう彼らが髪をつかんで、うわーギャー大騒ぎになります。お父さんたちはもう良い心で旅に行こうと思いますか？思わないですよね。片付けして、もう今日一日家族で楽しもうと思ってたけど、もう取りやめだ、お前たちは部屋に帰って反省しなさいって言うかもしれません。なぜ私たちに主の恵みが閉じてしまうのか。それは私たちが取り合ったり奪い合ったり指差し合ったり批判し合い、お互いに罪に定め合うがゆえに、主が本来注ごうとしておられる命の恵みが望むことができないんです。命の恵みはどこに望むんですか？主ははっきりと命の恵みを与える、楽しませるって言ってるんです。詩編133編、見よ、兄弟たちが一つになることはなんて麗しいことか。それはヘルモンの上に滴る露のように、頭から裾まで流れる油注ぎ、主はそこに命の祝福、常しえの命の祝福を約束しておられる。それは兄弟たちが一つになること。これはヘブル語ではこの歌もありますね。ヒネマトーブっていう言葉です。ヒネっていうのは見よ、マっていうのは日本語と一緒なんですよ。何だと思いますか？マ、まあです。日本語でも驚いたときに言いますね。まあ、なんと、頭部は知ってますね、皆さん。よい、見なさい、なんて麗しい。神様も天から見て驚いてるんです。うわあ、これはすごい。うわあ、これはなんて麗しい。うわあ、これは本当に素晴らしい。何に対して主は喜んで驚いておられるんですか？兄弟たちが一つになって共にいる姿。そこに主は常しえの命の祝福を約束しておられると書かれています。ぜひ皆様、うまくできること以上にキリストイエスにあって一致することを目指しましょう。多くのものを手に入れる以上に、御霊によって一致することを目指しましょう。何か私たちが本当に
この有名になること、盛んになること、栄えること、繁栄することよりも一つの父のもとに一つにされゆくことを求めましょう。主はいくつもではありません。主はいくつですか？エハッド。主はただ一つである。そしてそのお方のもとで私たちが一つにされること、それが主の願いですね。ヨハネの福音書17章の中においてイエス様はっきりと言いました。あなた方が一つになることによって完成されると。なのでイエス様はこの遺言書とも言ってもいいぐらい、十字架にかかる前のもう切なる祈り、父よ、彼らが一つになりますように、私とあなたが一つであるように、彼らも一つになりますように。なぜならその一つとなるところに主の栄光が住まうためです。これ信じられないほどに驚くことをイエス様は言ったんですよ。イザヤ書の中で主は何て言っておられますか？私は絶対に誰にも栄光を与えない、他のものには栄光を分け合わないってイザヤ書で言ったんです。しかしながらヨハネの福音書の中では私の栄光を与える、私の栄光がそこにあるようにする、どこにでしょうか？兄弟たちが一つになるところです。一致するところに主の栄光が住まいます。ちょうど金曜日にですね、ナタナエル長先生、この台湾の本当に霊的な父の一人であります、その先生を囲んでのですね集まりに行きました。その中でナタナエル長先生もやはりこのヨハネの福音書17章を述べておられ、そしてですね言っておられたんです。実は一つになる、一致するっていうことはゴールではない、一致するっていうのはこの通過点というか手段である。ではそのヨハネの福音書17章で一致するよりももっと多く書かれていることは何でしょうかと質問がありました。その答えは栄光です。一致はその道であり、ゴールは主の栄光がそこに表されることです。ゴールは主の栄光がそこに住まうようになることです。皆さん、福音を伝えること、イエス様の証しすることは難しいことでありません。どのようにしてこのようにイエス様を表すことができるんでしょうか？私たちが互いに愛し合うその姿を見て、世は私を知るようになるであろう。私たちがお互いに愛し合うところにイエス様ご自身が証しされていきます。このようにイエス様が表されていきます。なのでそのために私たちが選ばなければならないことがあるんです。それはお互いに許し合うことです。許しを選び取るということです。まずはどこから？私の心の中からそれをスタートしていきましょう。これがこのシャブオットでなくロシュハシャナのですね、ヨムキプールに向かう重要なメッセージなんです。なぜならユダヤ人たちはこのラッパの祭り、すなわちロシュハシャナーからヨムキプール、大食材日と呼ばれるこの10日間の間に熱心にする祈りがあるんです。それもちろん悔い改めの祈りもします。しかしそれ以上に、来週はそのことをもう少しフォーカスしてみたいと思います。それは許しの祈り。私の心の中にあるわだかまりを主の御前に明け渡します。自分の心の中にある許せない思いを手放します。なぜならヨムキプールというのは主の裁きの座に立つことを意味するからです。主の御顔の前に立つときに怒りを持ったまま立つことはできません。それなので許しを選び取り、許しを私たちが選択する。ぜひ皆様、私たちもこの10日間の祈りの歩みを通して一つ一つ許しを選び取っていきたいと願います。私たちの心の中にあるわだかまりを主の御前に手放しましょう。そして相手がどうであれ、状況がどうであれ、許しは私たちの選択です。そしてそのことを選択するとき、一番自由になり祝福を受けるのが私たち自身であることを感謝します。でもそれを選び取らないことを選択するなら、その許さないということを選択するなら、一番不自由なのは相手ではなく私が不自由になります。何度も言います。どれだけ怒って、どれだけもう絶対に許さないと誓って心の中で呪い続けたとしても、一番損するの私なんですよ。もう傷つけられたあの人だけは許さないと思っても、だいたい傷つけた人、私たち傷つけたことを忘れたりしてるんです。もうあんまりにも傷ついて10年間苦しみ続けた、本当に心がつらかったって告白してその人に言ったら、だいたい返ってくる返答は、え、
そんなことで傷ついてたの？私全然そんなつもりで言わなかったよ。傷ついた自分がなんか損したような気持ちになりますよね。もうあんまりにも心が痛んでご飯食べれなかった。でも傷つけた相手、おいしくご飯食べてます。私たちがご飯食べれない期間も、あんまりにも傷ついて心に重荷があって眠れなかった。傷つけた相手、ぐっすり寝てます。じゃあ許さない選択をして損するの誰ですか？相手ではありません。私が完全に 100% 損します。私の人生にその呪いがやってくることとなるんです。なので皆さん、成人になってですね、あの人のために許します、もう本当に清い人になって、主よ、世界平和のために許します。そうではなく、もうこれもう自分勝手な祈りでも構いません。私のために許しを選択します。主よ、私は自由になりたいんです。私は本来の主の使命に生きたいんです。私に本来与えられるべき祝福が欲しいです。相手のことはもうどうであったとしても構いません。私は私のために許しを選び取ります。皆さん、私の人生の中に主の計画がなるために許しを選ぼうではありませんか。最後にこの御言葉を読みます。33から35、同じ章の33から35。はい。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。アメン。許さないなら誰が牢獄につながれるんですか？私自身が牢獄につながれたような人生、何やっても自由がない、何やっても喜びがない、何やっても感謝がない、何やっても恵みが途切れてしまう、何やっても前進できない、そのようなですね、本当に許さない心を持つとき、私たちの人生が閉ざされてしまい、体は自由なのに心は絶えず牢獄の中につながれているような生き方になってしまいます。皆さん、そのような生き方はもう去年までで十分です。この5784年、新しい年に私たちは新しく開かれた扉から前に向かって進んでいきたいと願います。パウロとシラスが礼拝したとき、彼らの手足、囚われていた鎖が溶け落ちて、彼らの前に扉が開かれました。同じように今日私たちが本当に主の御前に宣言し、祈り、告白し、礼拝するとき、私たちを捉えていた鎖は溶け落ちて、この新しい年に新しく前に向かって進むための扉開かれることを信じます。なので一つ心となって、私たち一緒にこの最後の時間祈りたいと願います。賛美一曲お願いします。そして閉じる祈り、開く祈り、一緒に祈ってまいりましょう。では共に立ち上がり、一曲主の御前に賛美を捧げていきたいと願います。
一度何でも地上で解くなら繋ぐなら何でも地上イエスキリストの名において御霊の流れの中で一つの父なる神のもとに私たちは一致しそして祈りたいと願います。閉じることをまず祈りましょう。一つ心となり律法にかなっていないものすべての不義がすべての汚れがすべての罪がすべての怒りがすべての争いがすべての訴えがすべての裁きがすべての主の心にかなわないことが暗闇の扉が私自身と主の教会この地において閉じられていきますように。今私たちはイエスの名において天においても地においてもその暗闇の扉ハデスの門地獄の門が閉じられていくことを宣言したいと願います。イエス様その皆を叫びまず閉じる祈り天においても地においても私においても共同体においてもそれが閉じるようになること一緒に宣言し祈ってまいりましょう。イエス様の名を叫んで祈ります。はいイエス様イエス様あなたの名によって祈り求めます。今すべての暗闇の扉がイエスキリストの名において閉じていきますように。すべての罪とすべての偽りすべての不義とすべての汚れ悪しき者たちの力怒りと憤り争いと不一致すべての告白すべてのつぶやきすべての訴えすべての暗闇の扉を閉じよう。それを私たちは後ろに投げやりその後ろの扉を閉ざします。力あるイエスの皆においてそれらが完全に閉じていくことを宣言します。私たちが閉じる祈りをしたのであれば開くことができます。律法にかなっていること私たちが愛し合うことは主の心にかなっています。癒されることは主の心にかなっていますか。魂に幸いを得ているように全ての点で幸いを得健康であるように祈ります。癒しは主の心にかなったことです。この開く祈りをする中において主は私たちを癒してくださいます。私たちを解放してくださいます。自由を与えてくださることを感謝します。今私たちが本当にイエス様の名において天においても地においても新しい扉
この84年に主の御顔の光、主の栄光の輝き、それが私たちに照らされ、私たちが何ができるかできないかをはるかに超えて、主の清さが私たちの清さとなります。神の義が私たちの義となります。主の愛が私たちの中に実を結ぶようになることを感謝いたします。そして主のもう満ち満ちた完成が私たちを完成へと導いていくことを感謝します。それは私たちの力、能力、人格、それをはるかに超えて主の熱意がそれをなされいくことを感謝いたします。そしてもう一つ、啓示の扉が大きく開かれ、私たちは今まで遠くからイエス様を見ているように感じることがあったかもしれない。しかしこの84年啓示の扉が開かれるとき、今まで以上に近く、人格と人格でイエス様と交わり、イエス様の瞳を見つめ、そしてイエス様の足元でイエス様の御声をまっすぐに聞くようになる、その啓示の扉が開かれゆくようになることを感謝します。御言葉の光が差し込むことを感謝いたします。今私たちは過去のものを後ろに置いて、新しくここから前に向かって進んでいきたいと願います。つの笛を持っている人、このロシュハシャナ、ラッパの祭りの期間の中にまだあります。つの笛の音とともにイエス様の名を叫び、扉が開かれていくこと、癒しが解き放たれていくこと、啓示の光が表されていくこと、一緒になりましょう。イエス様、叫びを持っていなります。はい、イエス様、扉を開け、我らの前へ開かれた天の窓があり、主の真実さが、主の義が、主の栄光が豊かに、主の共同体に、我らの上に、この地に、この国に降り注ぎ表されることを感謝します。私はある、そのように言われるお方が私たちの中におられる。主の名において集まるところ、主もその中におられる。主の名において主の名において集まるところ、主も
どうぞ隣の方と主の栄光を表していきましょうと挨拶を持ってこの礼拝を閉じていきましょう。感謝します。